は、勝手なお待ちから情報局ですね。はい。はい、では行きます。スタート3秒前から。はい。3秒前。2、1。11月24日木曜日17時、嘉手納街角情報局のお時間がやってまいりました。皆さんこんにちは。道の駅嘉手納の戸口です。で今日も道の駅情報や地域のことをお伝えします。お時間までよろしくお願いいたします。11月、もう下旬ですけども、まだ半袖で過ごせますよね。まあ、ちょっと朝夕はもうだいぶ涼しくなりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ南部中部ではインフルエンザが流行っていますということで注意報がテレビのニュースでありましたけど、皆さん、はい、体調には気をつけてくださいね。今日はですね、お久しぶりに、ゲストさんをお呼びしてます。いにしえ漆喰シーサーのオーナーであります島袋ひとみさんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。島袋さん、じゃあ後でまたお話を聞きたいと思います。はい、はい、最後まで、まあ、お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず、嘉手納町のですねイベント情報からお伝えいたします。11月26日、土曜日、第79回、もうすごいですね、79回週末市、今週の土曜日ですね、10時から、17時まで、でその翌日がですね、嘉手納町、まあ、商工会と、嘉手納町役場が主催しておりますイルミネーションマチコンイン嘉手納ということで、マチコンが、もうあの開催されます。開催場所はですね新町通り、男が男子がですね100人に対して、まあ、女子も100人ですね、100人×100人で、はい、受付の方がですね4時30分、開始が5時から9時までとなっております。まあ、年齢制限がございます。20代から40代までの男女ですね、はい、独身の方に限ります。前売り券はですね、商工会の方で、販売しております。男性が4500円、女性が2500円。当日券もまだございますけど、男性が5000円ですね、女性の方が3000円になりますので、もし行きたいなということでありましたら、嘉手納町の商工会にですね、お問い合わせして、まだ券が残っているかどうかですね確認してみた方がいいと思いますね。お電話番号がですね、098-956-2810 ですになっております。はい、もう結構ね、何回目でしたかね、はい、3回目くらいですかね、このマチコンは。結構イルミネーションも嘉手納町はね、うん、新町通りとっても綺麗なんですよ。うん、でイルミネーションの、設置ももう、うん、26日まではもう終わっているらしくて、はい、で翌日がイルミネーションインマチコンっていうことで、やっております。まあ、新町通りがですねその日は若い男女でいっぱいになるそうですので、まあ、ぜひね皆さん、興味のある方は行ってみてはどうですか。もしかしたら運命の人に出会えるかもしれません。はい、あとですね、12月、商工会の方でよります、40周年記念、新町通り商店街のですね、
ゆるキャラと大道芸人がやってくるということでですね、12月の11日日曜日、13時から、18時までですね、1時から6時まで。新町通りがですね、12時から19時、7時まで歩行者天国になります。場所は、新町通りの、商店街の方に、ございます。その時はね、結構催し、中部地区、結構中部の、あのゆるキャラが集まりますね。読谷村の読谷、南部もいますね。南城市の南寺、うるま市のうるま、女村のナビーちゃん、それから沖縄市のエイボー、まあ、嘉手納町は、野国いもっちですね。でそれからシーサーくんもいますし、キューナくんなってますね。それから花笠の、マルエマハエちゃん、ね、中ぐすくんのごさまるですね。あと西原町から、サバリン、それからうるま市からうららちゃんね、結構まだまだ、結構ゆるキャラ12体が大集合します。でそれであとですね、あの働く車、試乗体験がございます。パトカー、白バイ、まあスカイマスターですね。であとはあの、まあ、嘉手納町のネーブル嘉手納にあります琉球ドラゴンプロレスショーも、はい、あの新町の方に、リングを作りまして、プロレスショーもございます。まあ、またいろいろ体験のコーナーもございますので、ぜひね皆さん、あの12月11日日曜日、13時から、まあ、新町通りで、ね、お集まりいただけたら、まあ、歩行者天国にもなってますので、子どもたちがたくさんいらっしゃいます。はい、食べ物なんかもあの結構売ってますので、で大道芸人がですね、ケンジさん、ピエロの天球さんとありますね。そういう方々が、いらっしゃいます、ね、結構あの結構多いんですよ、このゆるキャラ。去年からゆるキャラとっていうことで大道芸人、その前はあの、雪、あ、本物の雪が、はい、ちょっとあったんですけども、去年からこのゆるキャラと大道芸人ということで、やっぱり働く車、子どもたちにパトカーとか、まあ、あの実際、ね、消防車とかにも乗れますので、割ともう子どもさん、低学年の子どもたちがいて、家族連れがやっぱり多いんですね。ぜひね12月でまたあのいろいろあのクリスマスといろいろ忙しいと思うんですけども、前半なので皆さん遊びにあのいらっしゃってください。はい、それとですね、今度週末市、道の駅嘉手納の79回週末市の、26日の、午前10時から午後5時までの週末市ですけど、今回はですね、13時から、子ども芸能サークルということで、嘉手納児童館にて練習している子どもたちがですね、子ども芸能サークルの皆さんが、道の駅に来て三線、琴、太鼓、琉球舞踊などを、まあ、披露します。まあ、1年かけてですね、子どもたちがあの芸あのなんていうんですか、あの児童館であの習ったものを、まあ、披露するっていうあれで、あの結構ね去年もやりまして、結構たくさんの方々があの見にいらっしゃってましたので、今回は、11月のこの26日の日に、イベントがございます。1時からですのでね、みんな家族、揃って、応援しに来てもいいのかなと、はい、思います。でまた農家
で、あの新鮮な野菜も、販売しております、トマトをはじめ、ウリズン、サラダナ、キュウリ、パパイヤ、小松菜ですね。あとはまあちょっとまだ暑かったのでヘチマもあるみたいです、まだ夏野菜、はい、で、あとシークワーサーとかですね、あと金柑がございます。この日はですね、お弁当ではなくて、いなりエンドチキンセットを準備しております。で、あとはまあ皆さんの、まあ、あの常連になっております手作り、クラフトの雑貨、手作りシックシーサー、手作り小物雑貨ですね、まあ、いろんな、になっております。まあね、土曜日で天気もまあまあ、いいのではないかなと思っておりますので、はい、曇り時々晴れっていう感じかな、ちょっとね、また、ちょっと冷えるかもしれませんけど、日中はまだまだ暑いですので、はい、ぜひ遊びにいらっしゃってください。はい、今日はね、シワ袋さん、はい、どうもありがとうございます、はい、出演くださいまして、はい、今日は何かお話がありますかしらね。そうですね、まあシックシーサーね、主に宇宙エニシカゼとして作ってるんですけれども、はいはいはい、これとまたちょっと違う形で、あのエニシカゼではないんですけども、はい、シビランカっていう名前で、うん、お守りの塩も一緒に売ってるんですね、はいはいはい、でそれをちょっと今日アピールしようかなと思っているんですけれども、ね、沖縄はね、うん、結構お塩は離せないですよね、はい、そうですね、まあ、お祝い事にも使いますし、ちょっと嫌なことがあったりとかしたら、まあ、塩でお祓いをするとかってありますので、うん、はい、うん、結構何種類か持ってきたんですね。そうですね、一応種類ある分とりあえず持ってきて、今目の前に置いてるんですけども、はい、一応、ま、お守りということで、守りしようということでこの種類 3種類、このこれはこの弾く、要するにこの物を寄せ付けないためのこのお守りの塩っていうのが3種類と、はい、あと夢塩って言って、逆にこれは引き寄せる塩ということで、はい、特別な塩ということでまた一つあって、全部で今4種類販売してますけれども、もう結構もう最初もう去年ぐらいから1年がかりでやっと今年になって、もうある程度形になったのかなっていう感じではありますけれども、これは中身は本当の塩、そうですね、はい、塩が3種類の塩をミックスしてます。で、一応どこの塩っていうのはちょっと今内緒で言えないんですけど、なんかあちこちちょっと見て回って、じゃあここの塩とこの塩とこの塩っていうので決めて、でそれからまたこっちの特殊にちょっと浄化っていうのが清めるためのこの手段っていうのがいくつか方法があって、その手段のやり方でこの弾く塩の3種類とこの夢塩に分かれてくるっていう形になるんですけれども、でこのお守りのこの天塩っていうの3種類なんですね。で一つは龍っていう名前がついてます。これは男性性とかパワーがあるっていうかな、力強い感じの塩ですね。男性の方が持つのもいいだろうし、またちょっと落ち込んでこのね、元気がない人が持つのもありなのかなっていう感じですね。そうですね、はい、で小っていうのは女性性が強い塩っていう形になっていて、もうちょっと女の子らしくなってほしいと思う人に渡すのもいいし、まあ逆に男性でね、ちょっとこの人カッカカッカしてちょっと落ち着かない、これ持たせておこうっていう形でもいいのかなっていう感じですね。であともう一つは縁っていう塩で、これはまあミックスっていうか2つの塩をブレンドしたような形になるので、まあ、中間的な塩っていう形ですね、ノーマルな感じで、まあ、これは弾くのでちょっと自分の知り合いでちょっと勘の強い人がいるんですけども、その人がもうあまりにもこれ強いから財布には入れるなというお達しがありまして、なんか弾きすぎるからみたいな話はしてました。だからもうポケットに入れたりカバンに入れたり、まあ、枕元に置いたりとかそういう形で持ってるといいよっていう話で、でこれだと逆にまたこの夢塩っていうのがこれは引き寄せる、まあ、その方が、あこれは普通の塩とは違うね、引き寄せる塩だねっていう形で言ってて、そうなのかなと思って、まずじゃあ物は試しということで、
で自分がまず実験してみようということで、うんうん、5つの願い事を書いて、うん、それぞれこの5つのこの夢状の中に入れて、うん、置いてたんですよね、はい、そしたら一応とりあえず4つは叶いました。あまあでも簡単なものだから、うんはいまあ、大それたことはやっぱり叶わないのかな、さすがに宝くじは当たらないなという奥は無理かみたいな感じで、でもやっぱりあの店舗にもうちょっとお客さん来てほしいっていうのもよく来るようになってきたし、 あと大量の注文があるといいなって言ったらそれも入ってきたりとか、でもちょっとあのあと何箇所か取引先増えてほしいなと思ったら2箇所増えたんですね。でまたもう一つあの車欲しいねとかって言ってたらなんか譲っていただいたりとか、なんかおおみたいな感じですげえって言って、まあ、ある意味かなったんかみたいな感じで、じゃあね、まあね、これはちょっとほらそういったのでもある程度嬉しいじゃないですか、ね、これまあそれのせいとはまあ言えないかもしれないんですけど、でもやっぱりあでもちょっと自分としてはなんか叶った感じがするみたいな、ちょっと嬉しい感じだなっていうので、でもまたそれぞれまた作る日にちとかそのこの毎いつでも作れるっていうわけではなくて、この弾く方の塩はもう月1回チャンスがあるかなっていう、うん、この制作日をちょっと日を選んでやるんですよ、うんうん、でそれで月1回ぐらいの頻度で作ることは可能、うん、だけど夢路はもう年1回か2回チャンスがあればっていう形になるので、うん、また天候とかにもよるとまたねちょっと変わってくるので、うんうん、でそういったのがあってなかなかだから、うん、すぐにっていうのはなくて、もう数量限定で、うん、その時作った分だけを販売っていう形にはなるんですけど、結構ねあのまあ、うん、よく私、うんまあ、個人的にですよ、うんうんうん、まあいろいろあの、まあ、守ってくださいみたいな感じで、うんうんうん、よく車のところにちょっと塩を置いたり、うんうんはい、でお守りの中にちょっと塩を入れたりとか、やっぱりそんな感じでやったり、お家の、うん、あの玄関の方にちょっと盛り塩をしたりとかっていうのも、うんうんはい、あの結構、うんまあ、気分が結構ね落ち着くっていうか、うん、あちょっとやったらやっぱりあよかったみたいな感じののがあるので、うん、割と塩っていうのは沖縄の方はね、うんはいはい、結構切っても切れないような、まあ、そうですね、うん、もうそういったのがあるんです、うん、すごい私個人的にも興味があって、ってあそういった塩もあるんですね、うん、みたいな感じ で、 そうですね、まあ、普通の最初は普通の塩でいいよねっていう感じだったんですけど、うんうんうん、やっぱりどうせだったらちょ、ねうんうん、このちょっと特殊なこの方法でやってるもんだから、うんうん、普通の塩よりはちょっと、うんうん、やっぱりこの塩の産地やらね、うんうん、このあれいろいろチェックして、でここだったらいいんじゃないかっていうのを探した方がいいんじゃないっていうことで、はいはい、であっちこっち探して、じゃあでもね結構いろんな塩が出てますから、ね、そうたくさんあるんですよね、でその中で、うんまあ、道の駅でもね、まあ、食べる塩なんですけども、うんうんうん、結構な種類がありますね、うんまあ、離島、まあ、沖縄は、うんうん、あのその本島、うんうんはいはい、で今一番売れてるのがヌチマース、はいはい、うるま市の、はいはいそこがもう県外の方には結構、うんはいあのうん、みんな魅力があるっていうことで、やっぱりそんな感じで皆さん、まあ、やっているので、うんね、皆さんこういった感じの塩ですよって言ったら、はい、ああこういった塩があるんだねっていうことで ね、 そうですね結構お守り、うんあのでは、うん初めて聞いてちょっとワクワクしてますね、私なんか、うん面白いなと思って、あまりにも強いから、うん、か財布にはこれを入れるなと、はいはいはい、弾くから入れるなと、あの夢中は引き寄せるから入れてもいいよというお達しはありましたので、うん、もうあの買われる方にはもうちゃんとそれを含めて話をしながら、ね、結構財布はね、うん、もうみんな結構必ず持って、うん、どこかに必ず持っていくので、うん、そうですね、うんまあね、車よりも、まあ、財布は必ず身近、一番身近なんですけどね、それだからもうこれはもうバッグに入れるとか、ポケットに入れるとか、はいはいはいまあ、車に置いてたりとか、うんうんうん、あと中にはあの枕の下に置く方もいて、なんか夢でうなされた時にこの塩を巻いてる夢見たって追い払って、そういえば枕の下に入れてたなって思ったっつって、うんうんうん、笑い話であったんですけど、だからもう結構いろんな使い方皆さんやってるみたいで、じゃあね一応これはもうあれですか、
このイニシエの方でも販売、そうですね、常にエニシカゼうちの方で販売、まあ、ある分はやってますけど、うんうん、あと今度道の駅朝、うん、26日の、はい、その時にも一緒に出して売ります、まあ、ある分こんだけも持って、はいはいはい、持って行って販売っていうか、ね、この例えばこのラジオを聞いたっていう人がいて、もしかして道の駅に買いに来る方もいるかと思いますよ、はい、本当に、ね、見ていただければ、はい、嬉しいですね。あの結構あの、ね、見ても可愛いですよね、まあ、これはもう普通 に和紙とかで使ってやってるんですけど、はい、まあ、本当にあの手短にこれをそのまま入れて何かでまた包んだりとかもするんですか？もうそのまま持たれてて大丈夫です。あ、大丈夫ですか、うん、ね、結構 色も変えてあのちゃんと塩のあれもあるし、有名塩なんてもう本当に何かあのそうあのネーミングとかもいいし、本当に夢が叶うんじゃないかなみたいな、本当にその手伝いしてくれてるのかなもう一回宝くじって書いとこうと思うんですけどね、うん、まあまあまあそれはそれで、まあね、あのでもこれも 3つはやっぱり弾くのであの、うんうんうん、同じ3区切り、はいはい、やって夢中は あの何度でも叶えてほしいから、あのリボン区切りで それでちょっと分けてやったんです。まあいろいろちょっとずつこだわりがところどころに、ね、うん、ありますけど、見たらよく、うん、そうですね、そう言われてみたら、あ、なるほどねと、うん、はい、まあ、3はね皆さんまたねよくご存知だと思う、沖縄の方はね、沖縄の方はね、うん、あの特に夜、うん、あのやっぱり夜道を歩くなんか、うん、あのそうですね、3を作ってとかね、うん、あのよくありますよ、本当に、また本当にあのまあまあ、沖縄はね、うん、まあ、独特でもありますけど、やっぱりこういったのは、うん、そうですね、もう受け継がれて、うん、まあ、ずっと昔から、うん、本当にあの代々からも、うん、うちの母親、そのおばあちゃんとかも言われて、うん、まあ、塩は、うん、必ずね、うん、話せないあれなので、うん、とてもいいと思います。まあ、道の駅でもいろいろ塩入れて、うん、ちょっと、うん、あの、いろんな加工してるの結構ありますよね、うんうん、ありますけども、これをこういった由来を聞いたら、あ、なるほどねと、うん、あの皆さんぜひね、道の駅で、ね、ちょっと特殊になってます、うん、超強力、はい、だそうですね私は分からんけど、まあ、何気にこんな感じの塩だよっていう話をしたら、うんうん、あ、これすごい強いよって言われて、うんうんうん、でまあ、中には、まあ、このそのまま持っとくだけならいいんですけど、中の塩でね、うん、このぶっかけたからなんか豊かも気づかないようなものが出てくるぐらい強い勢い。あ、そうなんですねだからもう人にかけるなとかでも持つだけで十分っていう話をして、ね、こんなに強力なのと分からんけどみたいな、うんうん、ね、へえ、わかる人は守ってもらってるっていうのが、まあ、ね、ね、まあ、お家から、うん、あの、まあ、あるといいですね、みんな家、うん、本当に大きなものまで塩はちょっといいのかなって、ね、まあ、引っ越しする時も、あ、方言でよく言いますよね、はいはい、あの味噌と塩、うんうん、引っ越しする前にね、その日を選んで持って行って、はい、って置いて、うん、まあ、それからだよっていうのをよく母親に言われて、うんうん、あの、そうした時がありますよ、うん、本当に意味は分からんけど、うーんって言いながらこの、ね、日を選んで、じゃあこの日に持っていくみたいな感じ。だからそういったのもやっぱりあるので、塩っていうのも本当に切っても切れない縁があるんではないかなと、ね、私個人的に、うん、お供えとかもね、全部また塩も置いたりって感じ。必ずあのね、塩でやるんですよ。いいことも塩でやるし、うん、またあの葬式とか帰ってきた時に塩をポコッとやったりするので、うん、やっぱいいことも悪いことも、うん、まあ、塩から始まるのかなと思っていますけどもね、うん、はい、ぜひね、あの、じゃあ26日は楽しみに。そうですね、はい、まあ、このね、ラジオ聞きましたって言ってね、塩を買っていただいた方にはちょっとだけこの、まあ、自分の趣味だね、一部としてちょっとした占いを、あ、そうなんですね、やろうかなみたいな気持ちだけはね、はい、でまあまあ、まあ、先着ね、なんで、ね、この時間内で終われるぐらいの方 ね、まあ、まあ、2、30分かかると思うので、ちょっとね、興味がある方は、うん、ぜひ、うん、ラジオ聞きましたよって言っ たら、あの、じゃあこっちでって言ったら、じゃあこっちでちょっとだけねみたいなっていう感じでやってみましょうかね。
とても楽しみですよ。どれぐらいの人が来るかなと、うん、いや ラジオ本当に聞いてるのかなと。ああ、うん、で来なかったらショックだよね。また、うん、いろいろね、やって夢があるような本当に塩に。そうですね、うん、もうこの塩のこの出してる制作のシビランカっていう名前で出してるんですけど、このシビランカ、これもまたちょっとね面白いなと思ったことがあったんで、その名前をつけたんですけど、もう本当にお家の中のなんていうか一番大きな神様がこの家の中でのがこのシビランカっていう神様っていうのがあって、でなんかお家のこの天井っていうかあの屋根のとこもすぐ下っていうか、この真ん中家の中央の部分にそのシビランカっていう文字をこう貼り付けたり書いたりとかするらしいんですね。でそれによってこのお家の中の、なんていうかな、どうしてこの神様がこの人たちのこの治癒力っていうのかな、健康とかそういったのを高めてくれるっていうなんか話があって、で面白いなと思って、本当にたまたまこの書かれてるのを見てすごいと思って見てて、あこれすごいなんて読むのこれってなって、こうぐちゃぐちゃとっても難しい漢字で書かれてたもんだから、そしたらシビランカって読むっていう話をして、まあ文字か、もう文字はちょっと難しい、ね、この漢字は難しいから、じゃあ優しい漢字でシビランカっていうことで、体にね、住む人たちがまあ、ね、守られて安心できる状況があればいいよねっていうことでの意味合いでこの名前をつけて、じゃあこの制作はシビランカから出そうっていう話をして、うん、名前つけて、うん、まあ縁石風とは違ってまたこの名前でっていうことで、まあ私一人のものでもないので、まあ何人か協力してくれてる方がいて、でみんなで制作したそうそう、うん、それでちょっと別の名前で出すっていう話をしていますね。結構ね、皆さんお塩を持って歩いたりとか、まあ、お家の方で何か、やったりとかっていうのはよく聞きますので、ぜひね、まあ、成功して皆さんが持って歩くと夢も叶ったりとか、ね、できたらいいですね。はい、嫌のことはもうみんな弾くっていうような、もので、ぜひねそういったものもいいんではないかなと。塩もね、いろいろあるんですね、やっぱりね。そうですね、まあ、普通の塩でね、まあ、これでもやっぱりいろいろね、意味があって、この弾いたりとかね、っていうのはやってはいるんですけど、じゃあもっとどうにかならないかなっていうので、ちょっと考えて、もっと強力なもの、ないんだろう、まあ、周りにちょっと自分の結構ちょっとさだか生まれっていうか、なんかもうこの勘のとっても強い人が多いもんだから、だこれは小上等だったって。あ、そうなんだ。でもこれをこなしたらもっと強くならないって話を、アイデアを出し合ってて、じゃあまずやってみようっていうことでやってたら、はい、五条となんか見た感じ全然違うっていう話になって、じゃあこれはこんな風にしたら、あれはじゃあこんな風にしたらっていうので、いろいろこの制作やり方決めていってるわけですね。で、これはちょっとこんな塩だねっていうので分かれて、でこの4種類っていうことにはなってるんですけど、でもね、ネーミングもいいので天地を、そうね、天使を、竜将縁、と、ね、また名前も竜とか、縁とか、これもまたちょっと意味が、ね、意味があるような名前ですよね。本当はあります。なんか話すとちょっとも長くなるんで、気になる人は、あっちにいらしてから聞いてみてください。ね、はいはい、いろいろとエピソードたくさんありますので。初めてですね、塩にもそんな種類があって、いろいろ、まあでも前からね、そういった塩、まあ沖縄の方は切っても切れない縁があるので、何かしらやっぱりいいと思いますよ。ぜひね、成功して、そうですね、皆さんがいい、まあ、守られて、そうですね、そういったのができれば、まあ信じたら救われるみたいなことだからね、そうだったらいいですね。本当にそうなればいいよねっていう、願いもありますしね、やっぱりそういうふうに、やっぱりそう思うと、そういうふうに道は寄っていきますのでね、やっぱり常に意識して動いてると、やっぱりそういうふうに向かっていく。やっぱり病気とかでもほら、
取ってももう自分はもうダメだとかと思ったらもっと悪くなるけど、はい、大丈夫大丈夫ってもうポジティブに人はもう退院もすぐ早いとか、はいはい、そういうのもあるのかな、やっぱりねって人のこの、そう、身近な人でそういう人がいるんで、もうやっぱり、うん、この気持ち次第かなっては思うので、まあ、それにちょっとこれが助けをしてもらって、ね、もらえればいいかなって思いますね、はい、うん、はい、いいえ、お話どうもありがとうございました。いい、ね、まあ、何かもっと聞きたいなみたいな今度ゆっくり見て、はい、じゃ あ,、うん、あのまた今度またゆっくり、はい、じゃちょっと曲いきますかね、うん、はい、はい、金之助さんの曲に参ります。はい、はい、よろしくお願いします。友達に、どうぞどうぞ、独身の人が何人かいるから、来る人、行く人、行くっていうか、だからね、なんか、一回も女性はね、安いからいい、だからね、こんなのあるっていう、どこでもいいわけよ、あ、入ってから、入ってから居酒屋とか、うん、もうこれチケットさえ買っとけば大丈夫、どこでも OK、うん、なんか何回も入って出たり入って出たりで可能な、どっかで行ってからここでも話す、選んだところでチケット渡す形に、だから結構女性は2500円で、うん、いつもでも男性の方が多いって、うん、でしょうね、女性の人は少ないから、ぜひ、ね、うん、そういった巡り合いね、うん、で、なんか風邪の人は少ないみたいです。うん、他の沖縄とか、ジャパン町の方、出身の方とか、うん、近くの方、うん、多いですよと言われて、本当に去年は100名ギリギリ集まったか集まらなかったので、去年からすごい人いっぱいになって、うん、今度も勢いよくも、本当に100名は絶対集まるはず。商工会の方ね、友達、知り合いっていうか友達に、あの、この自分の中のこの友達と違う人なんだけど、独身の人がいて、なんで、ね、予定何もなかったら、ね、23日にうちでパーティーするから、あのうちの工房で関係者呼んでパーティーするから遊びにおいでって言って、え、男子も来るのとか、違うよ、合コンとか穴じゃねえよあげーとか言ってだから、でこれね、うん、あんなのありようって言って、渡してもいいかもしれない。受付はね、何かね、うん、持ってっていいよ、まだあるから。ああ、受付ね。でもこれ見て、また喋らない。帰りにでもいい。書いてある、書いてある。うん、書いてあるけど、この、こっちに何か受付のあれがあるみたいな。なんとか。なんて、フラワー。フラワーリビングケイズっていうところが受付場所だって。下地通りの畳屋の隣かな。新町の畳屋で分かります。分かります。うん、そこの隣にいいんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと去年はこちらに出会ってたから、うん、人いっぱいだったよ。うん、上辺にちょっと人出ていたから。行けるかな。多分追い込みしてるはずね。何の追い込み？陶芸の人なんです。陶芸家で独身の女の人がいて。自分で作ってるの？うん。あの鎌持ってから、あの読谷でやってる人がいて、まあ、お茶碗やらなんやらかんやら、でもなんか結構この展示販売とか、あのそういうのが多くて、内地とかにも行ってから呼ばれて、この 出店じゃないか、この販売じゃない、なんていうの、あれ 見せるやつなんかそれが、うん、また今度どことどことかって3カ所ぐらいあるっつって、12月に、だからもう11月大変なんでしょ、3カ所分作らんといけないっつってから、作ってから持っていくわけね、うん、なんか出店するみたいな、そうそうそう、出品っていうか、なんか呼ばれ、でも全部あっちが買い取りはするらしいんですよ、その出資者だから、どのぐらい作ってみたいな、もう依頼が来て、もうひたすら作って持って行ってみて、で本同居者もなんか陶芸家鎌持ってる人がいるとかって、うん、女の人も読みたいよね、うんうん、普通関門って言って男のイメージだから、うん、したらなんかまあ結婚するの忘れたんだね、多分
だからね、なかなかみたいな、でもエベン出るんじゃねえのみたいな、メールもう選んでるだけじゃねえのとかつってから、うん、違いますよとか言って、でも内地の方なんだけどね、うん、もうでも、でも十何年、もう両親は亡くなってて、お姉さんに育てられて、で仕事を内地でやってお金貯めて沖縄に来て入ってみたいな、それで結構十何年になるはず、うん、でも15、16年、17年、20年近くなってないかな、自分のシーサーやる前ぐらいから7、8年になるって言ってたから、17年、18年ぐらいになるはず、うん、でも彼女なんかとっても素朴な感じ、うん、なんかでいくつか買ってるんだけどさ、また今度欲しいけどって、ね、もう来年ぐらいね1年待ちみたいな、はい、ありがとうございました。あと一つですね、ちょっと言い忘れたのがございまして、はい、沖縄で最強のご当地バーガーということで、はい、第4回沖縄バーガーフェスタ in 宜野座2016っていうのがあるんですね、はい、それが2016年の12月11日日曜日の、入場料は無料で10時からの開催になりますね、うん、それがバーガーを、購入するんですけども、チケットを購入制で、沖縄のナンバーワンご当地バーガー祭典ということで、うん、出るんですけども、うん、その2015年去年、はい、チャンピオンになったのが嘉手納町の出身の、はい、お店を出している 3S カフェさんで、はい、一番になったんですよ、はい、でそれで、鳥取県のバーガーフェスタに出場したんですね、今年、はいはいはい、2016年、うんうんうん、それがなんと、まあ、鳥取で、全国の3位ですね、特別賞を受賞しまして、うん、今もお店が、うん、もう予約になってしまうぐらい、このバーガーを、はい、うん、食べるっていうことで、すごいですね、すごいですね、沖縄のね、こんな小さい県からも、うん、もう本当に、ベスト3、第3位になるっていうことはすごいっていうことで、うん、もうねまた今年もその宜野座でやるバーガーフェスタに、うん、ぜひ皆さんチャレンジしたいということで、まあ嘉手納からも、うちの道の駅嘉手納の2階の、はいはいはい、アップキティさん、アップキティさんの、バーガーも一応トライしようかなっていうことで、うん、今いろいろ何か商品をなんかちょっとアレンジしないといけないみたいですね、うん、今までのバーガーにちょっとしたアレンジをして、そして出す、で皆さんで食べて投票、何が美味しかったっていう風な感じで投票するらしいです、うん、で、まあ、宜野主催がですね、宜野座村の観光協会、うん、会場が宜野座農園、農村公園っていうのがあるみたいですね、会場が宜野座村の農村公園、宜野座観光協会のですね、お電話番号ですね、098-968-8787になっておりますね、ぜひね皆さん
多分沖縄県でのバーガーが皆さん結構いらっしゃるので、うん、那覇から、まあ、宜野座まで、うん、北部までたくさんの、いつも15社ぐらい出るらしいので、うん、それから結構皆さん投票するんですけども、うん、まあ今年は第4回になりますね、うん、ぜひまた今度も、16年の、チャンピオンがまた決まるので、その時また17年の、鳥取バーガーフェスタ2017年の、全国、ご当地バーガーグランプリへの、招待、沖縄県代表として派遣するっていうのが決まっているらしくて、皆さんだからこれも魅力らしいですね、そうですよね、お店の方としてはね、ぜひこれ行って、まあちょっとドライブがてらに行ってみて、どういった感じの、まあ沖縄県のあのバーガーフェスタなので、まあ、それも魅力だと思います。うん、15の、はい、うん、なかなか ね行って食べるのが大変だけど、一箇所行けば全部、ね、そうそう、全部食べられますので、うん、まあ、ぜひね皆さん、うん、道の駅の、方にもポスターが届いて、一応これ貼ってますけどね、うん、皆さんぜひ、沖縄バーガーフェスタ in 宜野座2016年、うん、16に、入場料は無料ですのでね、宜野座村の農村公園でが会場になっておりますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。あとは週末市にですね、子どもの、子ども、子どもサークルによる、嘉手納児童館の子どもたちが、まあ、いろいろ流舞踊とか、楽器、それから太鼓、そういったのも披露するんですけども、23名の子どもたちがトライするんですね、はい、子どもが23名、まあ、嘉手納児童館で、週に2回か3回ぐらいですかね、まあ、子どもたちがそのまま学校終わって、まあ、児童館に行って、まあ、遊んでる子どもたちもいっぱいいますけども、この子たちは自分の趣味を生かして、まあ三線を、弾いたり太鼓を弾いたりっていうのを、ちょっと、楽しんで、いつの間にか自分の趣味になり、そういった、子どもたちが、三線、琴、太鼓、琉球舞踊などを披露しますっていうことなので、うん、ぜひね子どもたちがチャレンジして、行きますので、ぜひ皆さん嘉手納町の子どもたちですので、ぜひ見にいらっしゃってください。それとですね、同時に、その週末市 の、の会場がですね、沖縄の初の、上陸で、認知症、はい、認知症になっても仲間と共に走り続けたいということで、オレンジ色の温かい心で沖縄を染めましょうということで、ラントモローっていう2016年、まあ北海道からですね、ずっとこのたすきを渡すっていうで、沖縄県の、今度沖縄開催コースがですね、名護市から始まり、恩納村、読谷村、嘉手納町は、ロータリー広場がございます。そこから道の駅嘉手納まで、うん、7名の方でたすきを渡して道の駅の方でゴールっていう、うんうん、でそれからまた、北谷町の方にたすきを渡すっていう、うん、でそれから浦添市、宜野座村、金町、うるま市、沖縄市、宜野座村、那覇市っていうことで、皆さん那覇市から、どん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 市町村、回っていくんですけども、今回嘉手納でもやってますっていうことで、ですね、11時、30分頃からロータリー広場を出発するんですけど、7名の方でたすきで渡って、うん、まあ3キロはないと思います、ロータリー広場からですね、うん、まあ、弱3キロぐらいですかね、
ロータリー広場から道の駅カデナまでで 2.3 キロです、うん、それを 2.3 キロを7名の方がこうタスキを渡しながら走っていくっていう風な感じなんですね、うん、ですから、まあ、認知症の方でも皆さんの協力があって町の協力があってまあ、できますよということで、ね、認知症だとやっぱりねどうしてもあまり外に出られないっていう、うん、はい、少しでも地域の方と一緒に家族支援者一般の人が少しずつリレーをしながら一つの、タスキをつなぎゴールを目指すっていうことの、イベントです。ですから、まあ皆さんね結構な方が大体50名ぐらい集まります、スタッフから、まあ、役場関係者、いろいろある催し物も、ですね、プログラムとしてですね11時、30分に、ロータリー広場から、合図をしてスタートしますね。でそれから、まあ、道の駅まで、はい、ランナーが、7名の方が到来しますね。それでその道の駅にゴールをしますとそのティーンガーラっていう子どもたちがですね、社協の子どもたちが太鼓大太鼓を披露して、まあ応援するっていう感じになりますね。でそれで他のスタンバイティーンガーラっていう演奏、まあ、大きな太鼓がだいたい7、8名ぐらいだと思うんですけどもそれに向けてやりますのでぜひねそれも楽しみに、はい、ちょっとイジャガーの佐藤さんの、協力のもとでそういった認知症の方がいろいろトライするんですけどもいろいろ介護予防サポート爽やかホームとか、そういった方々が結構協力して、役場の職員の方もいらっしゃいます。で道の駅の東側で、ちょっとイベントをしようということなのでまたね、それも見にいらっしゃってもいいのかなと、初めての、カデナ町の去年はなかったんですけど今年は、カデナっていうことでロータリー広場から道の駅までっていうことで走ろうっていうことになっております。これも、その26日の11月26日週末1での開催になりますので、雨が降らなければですね、そういったのもできます。でちょっと雨が降った場合にはどうなるかちょっと分かんないんですけども、今天気予報を見ましたら、結構晴れ曇りって感じですかね。そういった感じなのでぜひ成功させて、皆さん沿道から皆さんのゴールテープを皆さんが、やってくれるといいかなと思っております、お時間に余裕があれば皆さん沿道などで、応援者あとは、道の駅まで足を運んでくれましたら、そういったイベントが見られますということですので、ぜひね皆さん、いらっしゃってください。であとはもう12月その日、12月の、イベントはゆるキャラと大道芸人がやってくるということで、それも子どもたちのぜひ、子どもたちの新町通りが、歩行者天国になります。働く車の、試乗体験もできます、琉球ドラゴンズのプロレスショーもございます。12体のゆるキャラ、南部から、うるま市の方までですね、12体の
ゆるキャラが来て、まあ、皆さん新町通りが歩行者天国になっていろいろあの商店街に盛り上がると思いますので、ぜひ皆さん、12月の11日日曜日ですね、1時から18時までとなっておりますので、ぜひあのイルミネーションもねすごい綺麗になってますので、ね、ぜひ遊びにあのその時にまたイルミネーションも見たらいいと思いますよ、うん、結構ね今は5時半40分ぐらいからもう暗くなりますかね、またあと1ヶ月ぐらいありますので、うん、もうちょっと5時半ぐらいからもね暗くなりますので、あの本当にねあのイルミネーション、嘉手納のイルミネーションすごいんですよ。そうですね、とても綺麗なんですよ ね年々すごくね綺麗な、いろいろ商工会も頑張っていて、うん、あの皆さんぜひ遊びに来て、このであとはあの、まあ、ちょっとした、夕飯も新町通りでお店がいっぱいありますので、うん、はい、それも食べて、まあ、帰るっていうことをあのぜひその機会で家族連れでいらっしゃって見てはいかがでしょうか。はい、週末市はもう79回、12月でもう80回になるんですよ。すごいですね。よくやってます。よくやってますね。本当にお疲れ様です。本当に月1回、うん、まあ、このラジオも週末市の前の、うん、その週なので、またそういった、協力も、うん、クレストさんの協力もございまして、うん、ラジオでそういった告知ができるということは私たちも大変嬉しく思います、うん、でまたあのラジオを聞いて週末市来ましたよっていう声もございますので、うん、ますます張り切って頑張りたいと思います、うん、はい、79回、はい、11月は79回の第4土曜日週末市になっております。11月26日、はい、午前10時から午後5時までとなっております。農家さんの新鮮な野菜もございますので、ぜひね、まあ、スーパーの野菜はちょっとお高くなっておりますので、うん、ぜひこの道の駅で新鮮で、お野菜や安いお野菜をお買い求め、お願いいたします。それでまた子どもたち の練習、子ども芸能サークルも見てもいいかなと思っております。でその時はね、いなり、エンドチキンセットがこちらの方で、はい、うるま市の方の方から、はいはい、買ってきて販売しますので、はいはい、ね、その方もね結構人気なんですよ皆さん。そう、私いつもまとめて何パックか買ってくね、美味しいですよね、うん、美味しいですね、うん、あのニンニクが効いてるんですよ、鶏のチキンとかも、うんうん、チキンがね、うん、独特だと思う、多分あれ、うん、いなりと本当に合ってるんですよ、うん、チキンのこの味といなりが、はい、もうこの組み合わせ最強ですね、うんうん、だからね、いなりも独特ですよね、うんうん、普通のスーパーのいなりではやっぱり味が出せない、うん、やっぱ優しい感じではあるんですけどね、うんうんうん、何かそれで御殿を作ったらしいですよその方は。あ、はい、何かそれで有名らしいですけども、うん、結構ね、まあ、うるま市はちょっと遠すぎるんで、うんうん、まあ、道の駅で、ね、うん、はい、今回も販売することになりましたので、お昼、はい、道の駅で、はい、買っていただいて、うん、まあ、ちょっと宝くじも販売しておりますので、はい、宝くじを買って、うん、まあ、4階では、うん、ちょっと基地を見るっていう、うん、で、まあ、イベントございますので、そういったのを、まあ、楽しみに、うん、いらっしゃってみてはいかがでしょうか。はい、はい、まあ、いろいろイベント情報を皆さんで、はい、やってますけども、こちらね、嘉手納町のイベントになります。皆さんぜひ遊びにいらっしゃっていただきたいかなと思ってます。11月26日は、週末市で、27日の日曜日はイルミネーションマチコンインカデナ2016になっておりますので、はいはい、独身の男女が、はいはい、運命の人に会えるかもしれませんので、はい、ぜひイルミネーションを楽しみながら、はい、チケットを買い求めて、はい、で、まあ、運命の人
が街に現れると思いますので、ぜひね、皆さんそれをね、あの理由に来ては見てはいかがでしょうか。うん、お友達同士とかでも ね、一緒に参加してね。いいと思います。まあ、決して、はい、マイルチケット、男性の方が4,500円になっています。ね、それでもう食べ放題、飲み放題ですので、女性は2,500円、ね、いいね、さらに、はい、お安くなっておりますので、男性の方がリードしつつ、まあ、女性の分まで、はい、皆さんで、まあ、いい公演があるかもしれませんので、20代からですね、40代までの男女独身の方が、限りございます。もしね、なんかちょっと不安だなとか、そういった何かをちょっと問い合わせしてみたいなっていうことがありましたら、嘉手納町の商工会、098-956-2810になっておりますので、ぜひね、聞いてみて、今回去年からもすごい大反響らしいので、うん、大盛況に終わっているので、今年も気合を入れて、うん、商工会は力を入れているみたいなので、うん、もうはい、もうあと1週間にもう本当に迫っておりますので、ね、ぜひね、独身だったら ね行くけど行きますけどそうなんです ね、まあ、旦那さんがいてはいけませんので ね独身の方、はい、ラジオでもよろしいです、ラジオで聞きましたよということで、もしあれでしたらまた嘉手納町のイルミネーションも 見られますので、ぜひね、それを遊びに、来てください。で、12月になりますと、ゆるキャラ大道芸人がございます。じゃあ最後に、はい、もう金之助さんの曲で終わりたいと思います。はい、島袋さん本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、また何かいい話がありましたらまた聞かせてください。はいはい、よろしくお願いします。私個人的にも、はい、じゃあ今回の週末一、はい、はいはい、ぜひ楽しみにしておきます。はいはい、お守りが、はいはい、またいろいろ話を聞きたいと思います。 はい、ありがとうございました。あ、ありがとう、こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ金之助さんの曲でお別れしたいと思います。はい、また来月、はい、12月の20日にお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼いたします。最後にかければ終了ですね。最後にかければ終了です。あ、大丈夫です。はい、はい、よかったです。そういう終わり方もいいのかな。うん、ね、いいですよね。なんか坂の途中は大好きだから。うん、緊張してるのかしてないのかよく自分でもよくわからんみたいな。これいいんですか。もらっていいよ。友達来たら持たそう。なんか何人かいるはずだから、私たち組んでから行けばみたいな。やっぱり自分でやってるから、チューバーでは。